デルベニ・パピルス・デルベニ・パピルスは、1962年に発見された古代ギリシアの古文書である。その本文自体は、オルペウス氏を偶意的に注釈した哲学論文であり、紀元前5世紀後半にアナクサゴラスなど自然学者の影響が見られる。ルネッサンス以降に新しく発見されたギリシア哲学と宗教に関する転居の最も重要な部分とされている。 ヨーロッパ最古の残存する文書であり、このパピルス自体の埋葬期は、マケドニア王国のピリッポス2世の地世である。約紀元前340年に遡る。最終的には2006年に刊行された。この巻物は、ギリシア北部のマケドニアのデルベニにて発見された。デルベニとは、コトレテに属す、富裕層のためのネクロポリスである。 西洋の歴史において現存する最古の文献であり、現代に残った極めてわずかなギリシアのパピルスの一部である。パピルスは貴族の墓の仮想用の焚き木のために炭化しており、現在はテッサロニキ考古学博物館で保存されている。本文はオルペウス作に返された六方隠しに対する注釈であり、詩の断片が引用されている。 死の形で除術された新豆腐によると、ニュクスはウーラノスを生み、天が最初の王となる。その後を受けてクロノスが王位につくが、ゼウスがその後を襲う。父から信託を聞いたゼウスは、ニュクスの聖域に赴き、そこで彼から後にすべて実現することになる信託を聞かされる。そこでゼウスは最初に天の輝きを射精した王ウーラノスの弾魂を飲み込んだ。 テキストは発見後44年の間、公式に従前な形で刊行されることはなかった。出版社である ALP リスによれば、出版を遅らせたのは、テッサロニキのアリストテレス大学名誉教授のキリアコス、ザアントノーグルーである。2005年の秋、専門家チームが結成され、The Institute for Philosophical Studies の ALP リスと、 オックスフォード大学のザ・オクシリンカス・パピルスプロジェクトのディレクターであるダーク・アビンクにより主導された。さらに、ロジャー・マクファーレンによる最新の多重スペクトルの映像技術及び、ブリガム・ヤング大学のジーンウェアの協力を得た。2006年にテッサロニキの学者らにより公式版が出版されたが、それは様々な学者の遺読を記録するアプラタス・クリティックスを書いたままとなっている。 そのため、断片の詳細な検討に基づいたパピルスのテキストの提供及び写真版の作成と翻訳作業が行われ、さらなる問題が解明されることが期待されている。ありがとうございます。